はい、翔平 TV の東野です。お願いします。初めてこう一人でね、クラブ撮影をしてるんですけれども、やっぱね、ちょっと今思いました。最初の挨拶、まだ違和感あるなということに、ちょっとこれから頑張っていきますんで、よろしくお願いします。今日はですね、本太さんに入荷しました、ハイゴールドのグラブを3つ紹介していきます。まず、1つ目がこちらです。じゃん。なんかさ、この色合い、見覚えある方いらっしゃいませんかね？去年、私がバイシュラバナのグラブをね、買ったわけですよ。その時が、キャメルとレッドでした。ちょっとね、僕にしてはなんか違和感ないんですよ、この色。今使ってるんで。ああ、確かに。今回、ハイゴールドの新しいグラブということですね。型は多分元々ある型なのかな。今回キャメルとレッドになっておりまして、ここのロゴがシリコン製に、珍しいですね。なってますね。ハイゴールドでシリコンとちょっと初めて見たかもしれないですね。自分も初めて見ました。ウェブが今回ジョイントウェブになっていて、僕が好きなタイプのウェブですね、これね。H ウェブとかクロスウェブよりもこういうウェブの方が好みなんですけど、今回そのタイプが入荷しております。売り物なんで指出さないですけど、はめた感じはちょっと小さめですね。で、型としては、もうほんとここをこういう風に使うような型なんで、しっかり掴むような型になるかなと、これは思いますね。なんか、キャメルの色もちょっと明るいかなっていう感じしません？なんか明るいしね。だよね、普通のキャメルってもうちょいこう、なんだろう。もうちょいなんか、そう、白っぽい色なんですけど、ちょっとこの色味がかかってるキャメルなんで、ちょっと赤が生えやすいなっていう感じがします。はい。で、グラブの重さも軽すぎもせず、重すぎもせずで、結構いいぐらいのちょうどいい重さなんですけど、今回がですね、これがハイゴールドのよく言うやつ、己極めシリーズなんですけど、僕結構好みです、これは。これがまあ、まず1個目なんですけど、これの対照的になるものがもう1個次に出るやつなんですけど、それが絶対ね、良平さん好きなんですよ。これです、じゃん。はい。出た。この前の動画で言ったかもしれないですけど、僕別に坂道、すごい詳しいわけじゃないんですけど、良平さんの坂道オタクなんですけど、はい、日向坂でしたっけ？そうです、そうです、そうです。めちゃめちゃ言うやん。日向坂かららしいんですよ。そうです、スカイブルー。これ、良平さんに買わせる回やる？やります？やっちゃう？できると思うんだよね。まあそれは後でやりましょう、はい、これも同じですね、己極めシリーズの、はい、今回がブルーになっております、はい、でこれはもちろんシリコン、はい、シリコンになってて、ブルーがまあ基調になってるものですね。またウェブもジョイントなんですけど、今回は H ウェブになっております。でこれはめると型は多分ね、こっちの方が絶対ちっちゃいですよ、さっきのよりは。でもさっきのやつも十分小さく感じるので、よりコンパクト、多分僕的にはこれセカンド向きかなっていうような型なんじゃないかなと正直思います。でまあちょっと良平さんの好みの色なんで、やっぱりちょっと買わせたいのはあるんですけど、これ一応来年のモデルということで2022年モデルとして販売されるそうです。この2つだったら僕はこっち派ですね。大きさだったりとか、大きさ的にも形的にもウェブ的にもあと色的にもですね。僕は正直こっち派なんですけど、こっちはほんとつかみ、こっちはまあ当てもできるような型になりそうなんですけど、ただどっちかっていうと多分この2つはね、型は一緒なのかな、型は違うので、まあそう考えると、まあちょっとね、大きさもこっちの方がちょっと小さいんですよ。好みなのかなっていうところにはなると思います。でもね、軟式プレイヤー結構キャメルの内野手用人気なんで、今既製品で今売ってるところあると思うんですよ。なんかローリングさんとか結構いろんなキャメル出してるじゃないですか、はいはい、ハイゴールドのやつ結構シンプルでかっこいいです。ぜひちょっとね、はめてもらうと良さが分かると思います。なのでぜひぜひちょっとモンタナさん来てはめてみてください。ハイゴールドの3つあるって言ったらもう1個あるんですけど、それがですね、こちらです。じゃん。これはごめんなさい、僕手ちょっとはめれない理由がありまして、これで少年軟式なんですよ。はい、なのでちょっとこれはめれないんですけど、少年野球始めたての子でも多分大丈夫ですし、大きいけどちょっとまあそれぐらいの子でもいけますし、普通に少年軟式で使えるキャッチャーミットになります。今度は刺繍、まあもちろん普通の皮なんですけど、皮がねちょっと柔らかいんですよ。なのでキャッチャーミットを軟式とか公式でやるような硬さではないので、割と即戦力向きなのかなっていうように感じるので、ちょっとまあ片付けはもちろん必要だと思うんですけど、まあそんな時間かからずにすぐ使えるような即戦力グラブだと僕は思います。これはちょっと重さを感じますね、やっぱミットなんで。だ少年野球の子がちょっと持つと重さを少し感じるかもしれません。普通の軟式用のキャッチャーミットともちろん比べちゃいけないんですけど、我々がこういつも使ってるグラブと比べるとっていうところはちょっとあるかなと思います。じゃあ今回は一応この3つハイゴールド紹介したんですけれども、今ね良平さん帰ってきたんでちょっと呼ぼうと思います。どうしたんですか？これさ、なんかに見えない？お日様だね。え、なんて言ったら今？お日様だね。これ好きでしょ？うん、大好き。キュンとしたよね。こうなっちゃうからね。これさ、ちょっと待って、これ何？アイゴールドの来年のモデルなんですって。でこれも来年のモデル、一応型は多分両方違うんですけど、俺はこっち派なのよ。まあその色もそうだし大きさ的にも。で多分良平さん色は絶対こっちじゃん。絶対こっち、多分こっちなのよ。ちょっと待ってね。ではいこっちや、ではいこっちね。大きいじゃん、ちょっと大きいし深い。こっちはちょっと小さくて浅いんですよ。浅いっていうか丸い。そうか、丸いって表現が近いかもね。こっち好きでしょ。うん、俺こっち。これはもしかしてどういうこと？購入だったらそっち買えよ。え、そういう感じ？あ、そう来る。買うなら買う。お腹痛くなってきたけど。これ買わないとかじゃないですけど、僕ら的にはこれはめてもらうとある意味双子みたいな、完全に個性が分かれてるグラブな感じはちょっとするので、型は二卵性の双子だけど見た目は普通の一卵性双子みたいな。それ分かるかな、急に双子の一卵性になるって。まあまあ本当に例えるとそんな感じ。指股がないから、だからこっちの方が深いよ絶対。もちろん指股ある方が深くなるので、こっちのグラブを僕はおすすめかなと。はめてもらうと本当に分かります。分かる、本当に分かる。全然普通のグラブってなんとなく分かる時とかあったりとか、スラッガーさんとかははめないと分かんないグラブが多いなってイメージがある。まあはめないと分かんないプラス片付けしないと分からない。確かにそれはある。ハイゴールドはこの2つは特にはめてもらった方が分かる。完成形見えるよね。なんとなくもう形作ったら想像できる型になるかなっていう感じですね。ちょっとねおしゃん、今時本当にまあトレンドカラーの組み合わせだかなっていう感じはしますね。多分これ日向坂狙ってきてますハイゴールドさん。その説もありますよ。でハイゴールドのその商品開発部の中に、はい、もしかしたらお日様が紛れてるかもしれない。かもしれない。なるほどね。はいはい。ねえよ。ちょっと僕個人的にこの2つに関しては僕一人で説明するのちょっともったいないなと思っちゃったぐらい良すぎたので、まあぜひモンタロさんにまだお店にあると思うので、ちょっとぜひね一度手に取ってもらって、個人的にはどっちが好きかなとか見てもらうと分かりやすいと思いますので、ぜひね一度来ていただければいいかなと思いますので、よろしくお願いします。これ来年モデルなの？そうです、来年のモデルということですね。じゃあもしかしたら定番なの可能性はあるってことだから、色はもしかしたらシンプルになるかもしれない。オレンジだったりとか黒だったりとかっていうのはまあ我々も分かりませんし、一応モンタさん聞いた情報だけなので、今この色だけが限定かもしれない。なるほどね。ちょっとそこまで詳しく分かってないんですけど、そちらはごめんなさい。現時点ではまだモンタさんこの2つありますので、ちょっと比較してはめてみていただけるといいかなと思います。はい、ということでこの動画良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV2022 年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。